こんにちは、ツーバーセンターの山口です。これはね、九州の佐賀県からオーダーいただきました、SR500 です。まあナンバー8番のね STD ハードテールコンプリートをベースに、まあベースは500にしてくれとか、あとタンクとかね、ミッドハイとかフロントの21インチとかが追加になってますけれども、まあオーナーさんのご要望通りに制作させてもらった、うちではちょっと珍しい種子歯なしのチョッパーですね。シーバーなしでも結構かっこいいの作れる自信があるんで、まあまあシーバーなしも気になってたなって方はぜひぜひそんなんも思ってご覧になってみてください。いつものごとくにね、携帯とかやったら概要欄見ながら動画も見てもらえると思います。ワンオフが多そうな感じにいつも思われるんですけれども、ボルトオンで使える部品もかなり多く使ってますんで、まあその辺もよかったら合わせてご覧になってください。じゃあ、ご紹介させてもらいますね。ではまずフロント周りからご紹介させていただきます。フロントホイールは、21インチキットになってます。細身になって体型化されて、フォークのここの部分がね短くなるんで、ショートフォークのチョッパーには結構かっこいいかなって思う人気のメニューですね。多少ハンドリング重くなりがちなんですけれども、メッキのリムになって、まあ、シュッとした感じが出るんで、まあ、いいかなって思ってます。今回フォークは伸ばさずにノーマルのフォーク長、ヘッドライトはね 4.5 インチのベーツタイプヘッドライトに、ボトムマウントライトステー2、うちのヘッドライトステー何種類かあるんで、番号が上がるに従って高さが出て前に出るっていう感じになってますんで、いつも車体全体の外装を作り込んでから、ヘッドライトの高さとか大きさどれかなっていう感じでやらせてもらってます。ハンドルとハンドル周り、あとそれに付随するメインキーとかのご説明ですね。まずハンドルバーはうちのルーズライドバーっていうハンドルがあるんですけれども、それを加工したもんです。ちょっと幅を詰めて立ち上がりの角度をねもうちょっと起こしたようなハンドルになってるんですけれども、そういうハンドルを取り付けさせてもらって、ハンドル周りはいつものごとくのスッキリ処理です。アマルタイプのスロットルにダイヤグリップで、左はミニスイッチ、ヘッドライトのハイロースイッチはこのトップブリッジにつけるとかね、まあいつものごとくのメニューなんですけれども、もともとここに取り付いてあったスピードメーターはこちらです。車体の左側に、60倍機械式スピードメーターっていうのを使って、ユニバーサルメーターステーというもので、タンクの左前にね右から車体のデザインを壊さないように取り付けさせてもらってるもんなんですけれども、走っててもね首振らずにスピードメーター見れるんで、まあ便利な位置だと思ってます。本来クラッチレバーに付いていたデコンプケーブル、まあもう一本こうケーブルが増えるんですけれども、それはねエンジン直付け、こっちです。ポーターロックさんのロックデコンプレバーっていうのを使わせてもらって、エンジン直付けでシンプルにさせてもらってます。メインキーはここです。ここにメインキー移動させてもらって、メインキーがなくなるとハンドルロックもなくなるんで、ここですね、ハンドルロックウェルドンキットっていう溶接キットでここにハンドルロックを新設、この辺スッキリしてる方がやっぱりバイクってかっこいいなって思うんで、そういう作り方をさせてもらってます。センター車体周りですね。まずガソリンタンクはワッセルのレプリカ、ワッセルって言って知らない人もいはるかもしれないですけど、昔のねカスタムパーツなんですけれども、ワッセル車の中にバナナタンクっていうのがあったんですよ。それはヴィンテージでねちょっとね中が腐食したり割れやすかったりとかで、ちょっとなかなか使用に耐えれるようなもんではないんで、特に SR はね振動が多いんで割れやすいんで、これは新品のレプリカタンクになってます、そのワッセル車ので。この独特なペイントね、これ打ち合わせが難しいなと思ったんですけど、オーナー様のご指定通り、まあ、いつもうちがパートナーシップを組んでるベーコンにお願いして塗ってもらってます。マフラーはね、トルクコーン付きのドラグパイプ、トルクコーンって何ってなったら、この根元にね独自で開発した絞りパイプを入れてて、中低速のトルクが落ちひんようにちょっとまあいろいろ試行錯誤して作ったドラグパイプなんですけれども、まあこのドラグパイプね、リアショックがついてるノーマルフレームでもこのハードテールでも一番かっこいい角度でつけれるようにって、まあ見た目もね相当いろいろ考えて作らせてもらったもんです。キャブレターは FCR キャブレターですね、39倍にボアエッサーのマニホールドセットを使わせてもらってるんですけれども、
まあ、そろそろうちもここ開発しようかなと思って今開発進めてます。まあ、目標としては2022年の夏頃に取り付けキットを発売しようかなって思ってますんで、まあそちらもよかったらご覧になってみてください。で、この FCR キャブレターエンジン500で FCR も一番僕が楽しい組み合わせ、チューニングすればねもっともっと速くとかできるんですけれども、耐久性のことを思うと、まあ、僕は今現状では一番好きな感じですね。長持ちして速くて楽しいっていう感じです。このキャブレターなんですけれども、出荷状態じゃここに赤いプラスチックのファンネルになってるんで、ちょっと車体のイメージにはね合わないんで、アルミのショートファンネルにして、でゴミ除けとしてここにファンネルネットを入れさせてもらってます。ウインカーとかついてないんじゃないみたいなことを言われるんですけれども、見えるかな、ここです。とこれもウインカーなんですよ。僕のね小指のね爪くらいの大きさのミクロウインカーっていうものをユニバーサルウインカーステスモールっていうものでフロント取り付けしてます。ちっちゃいですけどよく光って、まあ、ウインカーがデザイン壊すこともあるんで、まあ、小さいのを最近よく使ってますね。あとはねエンジンのタペットカバーのところにフィンタペットカバーっていうちょっとアクセントパーツをつけてみたりとか、そんな風にしてカスタムしてます。シート下のフレームですね、これはね本当にもういつものごとくのこのリアのリジットラインボルトンハードテールキット13センチロングっていうのに対応したフレームになってるんですけれども、もちろん切断して改造してます。ノーマルはねこう真横に生えてるんで、それじゃこいつかっこよく三角形のシルエットにならないんで、一度切断して分厚い鋼管を使ってね強度と精度と耐久性、あと整備性、あと車検の通しやすさを考えて作らせてもらってます。シートはねバケットタイプのソロシートになってます。これはオーナーさんのご指定ですね。かっこよく作れたかなって思ってます。これもよく聞かれる電装系なんですけれども、まあ、うちの動画ご覧になってくれてはったらご存知かと思うんですけれども、電装はねエンジンのクランクケースの後ろここですね、カスタム電装プレートっていうのを使って CDI 以外を全部ここに集中させてるんですよ。ちなみに CDI はここについてまして、この車体ねリアショックなしのリジットなんで車検はこのまま通んないんですよ。車検の時にはねこの辺のボルト全部ほどいて後ろをごそっと外して、でこっからスイングアームを付け直してリアショックと結ぶと、まあ、スタイルチェンジの時にもね、その時にもここの電装は一切触らなくていいんですよ。まあ、それがカスタム電装プレートっていうパーツを使ってここに集約してますよっていうことです。リア周りですね、まずはね、リアフェンダーから、このリアフェンダーシール製の、5インチリブフェンダー製作用っていうものなんですけれども、もともと分厚いリブフェンダー本体にリブフェンダー用補強プレートっていうものをいくつかかましてるんですよ。特にこのマウントに関わる穴周りとかには全部そのプレートを通してまして、まあ、SR ってほんまに振動がでかいんで割れたり、まあ、下らない故障にならないようにちょっと気をつけて作ってます。それをクロームメッキで仕上げてます。フェンダーステアはねちょっとかぶせパイプで差し込み風で作らせてもらいまして、テールランプはねこれもモーターロックさんのロックテールっていうものを使わせてもらってまして、これにステンレスの溶接タブで取り付けステアを追加してこのフェンダーにボルトをできるようにしてます。でリアタイヤはロードスターの 4.50-18 というリアタイヤを使わせてもらってます。まあ、遠方のオーナーさんなんですけれども、ありがたいことにいろんな都道府県のショップ様がうちのハードテールとかを使って車両を製作してくれてるんですよ。頼りになるショップさんも九州に何軒かありますんで、まあ、後のメンテナンスとか車検とかは、まあ、もちろん全国的にうちにこう郵送してもらって整備させてもらって車検通させてもらってお送り返すっていうのもあるんですけれども、まあ、最近陸送費も安いですしね。でもエリアにね頼りになるショップさんがあるとバイクライフがよりもっと楽しくなると思いますんで、できるだけそういう頼りなショップさんたちをオーナーさんに紹介するようにして楽しんで乗ってもらえたらいいなってそういうふうに思ってます。
そうそう、ちょっとね最近カスタムギャラリーの作り方を変えたんですよ。より見やすくなってると思いますんで、よかったらカスタムギャラリーも、YouTube だけじゃなくてそっちもご覧になってもらえたらと思います。あとね、うちの Facebook、TikTok、Instagram とかね、あと Twitter か、その辺の SNS だったり、うちのブログとかのリンクも全部貼っておきますんで、興味のある方はぜひぜひご覧になってみてください。じゃあ今から1分ぐらい、この車でぐるっと回りますんで、最後までゆっくりご覧になってください。じゃあ今日もお付き合いありがとうございました。